で僕ねさっきから言ってるように霊感ないけど本当に2回だけもうダメだここはって逃げ出したところと、一つはちょっと感動する話が実はあってね、一つはね昔巡業で旅館とか泊まってたんですよ、うん、でその時僕は必ず田中リングアナケロさんと同じ部屋だったんです、うん、東北だったと思うんですけど旅館に行ったんですよ。で多分建て増し建て増しでどんどん大きくしていった旅館だと思うんですけど、僕とケロさんの部屋だけ遠いんですよ、うん、その部屋が、はい、でなんかくね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 上がって降りたりしてるんで、遠いねって荷物持ちながら、遠いね部屋もしんどいね、でも早く横になりたいねみたいないう感じでゴロゴロ行ってたんですよ。でああここだ何号室だったか、ここだここだみたいに、でケロさんが鍵でガチャンと開けてパッと入ったんですよ。その瞬間僕とケロさん、やばいよこの部屋って、寒いの、でここに入っちゃダメって、何か言うの、俺にもケロさんに、これ入っちゃまずいよって、なんだだそれこそ第6巻だよ、はい、シックスセンスだよ、ここに入ったら俺たちやばいっつって、ケロさんと飛び出て、で元来た道ずっと帰って、フロント行って部屋変えてくださいっつって、部屋変えてもらったんですよ。すごい、だからね本当入った瞬間にやばいここってないから、そういう経験ない、うん、なんかゾクゾクこの寒いやこれ嫌やだなって、なんか作り気持ち悪いねとか、なんか人がいるよねなんかねっていう感じって感じたことない？ないです。お前ちゃんと生きようよ平和なおっさんだねそうだそうだ、ないんだ。僕一回あるんですよ。どんどんどん青森の東北だよね、東北の旅館でロケだったんですよ。で夜そこのホテル泊まった時に、旅館の一番隅っこの部屋で、で部屋入って普通にあの服とかかけてたら、なんかテレビとか見てたら普通に服がパッと落ちたんですよ、うん、もう普通じゃないですか。で今度テレビを消して風呂入ってたらテレビがついたんですよ。さあでまた服が落ちたんですよ。もういるじゃないですかこれで、ロケが翌日の朝5時ぐらいで、そのホテルに入ったのが12時ぐらいで、もう寝る時間がないから、てめえふざけんなっつって、俺今から眠たいんだから、お前出てけこんな野郎っつって、すごい怒鳴り散らかしたら、消えました。バカな人生送ってんだよ。でも、それで、なくなったんですよ、そういう現象が。あ、そう。もう眠たかったから。どっか行ってくれ、かまってらんないから、もう勘弁してよって言って、もそれ矢野ちゃんと一緒だ、矢野徹選手と本当矢野徹選手のホテルに寝てたなって、はい、思ったらベッドを歩くんだって、分かるじゃん人が、はい、こうきしむから、うん、であなんか嫌な感じだなと思ってこう横向いたんだってベッド、はい、だから背中側で人がこううろうろじゃん、はい、うっせえなもうこっちは疲れてるんだ出てけよっつって言ったら何もなくなったってやっぱそうなんですよ絶対同じ今同じだなと思った。同じです。かまってほしいんですよきっと向こうの人は。あと驚いてくれるとか、はい、びっくりしてくれるとか、はい、でもそんなめんどくさいじゃないですか。めんどくさいほら坂田さんのがよっぽどめんどくさい三村さん、僕はなんかまああんまりちょっと違うかもしれないんですけど、僕もあんまり感じないんですけど、うん、中学生ぐらいの時に親と一緒に行動するのとね、こう反抗期になるじゃないですか。ああ嫌だね。おじいちゃんの法事があったんですね、うん、で親族集まったんですけど、まあ、ちょっと反抗期なんで嫌で、みんなちゃんとやってる中一番後ろで横になって、もう早く終わんねえかなみたいな感じでちょっとこうやってたんですよ。なんかおじいちゃんの法要の時に、はい、衝撃だねちょっと反抗期だったら、でその後みんなでご飯食べる、ああ時になんかすごく体調が悪くなって、もうご飯食べれないってなって横になっちゃったんです。でこう寒い寒いってなっちゃって、こう座布団とかみんなにかけられて、苦しいってなった時にふとなんかあのおじいちゃんの法事でそういう態度をしてしまったことをおじいちゃんが怒ってるんじゃないかってちょっと思って、おじいちゃんごめんねって思ったら何もなくなりました。あ、すぐ治ってほらその後普通にご飯食べてたんで、もしかしたらおじいちゃんが怒ったのかなとかっていう体験だけはあります。あとは、ね、いや十分だよ。でそのエスパー三村さんの話にちょっと似てるんですけど、
僕はあの体のカルガリーでミスター人こと足立さんのうちホームステイさせていただいて、どうせあんなって3ヶ月か4ヶ月かな、ずっとお世話になってで、まあ、日本に帰ってきました。で、足立さんもしばらくして日本に帰ってこられたんですよ。で、あのお好み屋さんやられてたんで行き来はしたんですね、大阪に行った時とか。で、ちゃんこ作ってくれたりもしてたんで、で、何年かするときにちょっと足立さん体調が悪い、あ、大丈夫かなと思ってたら亡くなったっていう、ちょうど僕らが大阪で試合があるときに足立さんが亡くなったって連絡が来たんですよ。じゃあうちの足立さんに一目会いたいなと思って足立さんのとこ行ったんですよ。で、足立さんは旅行になられてて、で、いろいろ話をしたというか、まあ、一方的にお世話になりましたとかなんとかとかで挨拶してホテル帰ったんですよ。で、寝たんですよ。ただね、急にね、風が吹くのよ、寝てる僕に、こういう風にこういう風がね、わーって。だからパッと目覚ましたんですよ。風がなんで吹くんだって、俺おかしいな、俺まず死んで寝てるのになんで風が入ってる。だからね、ベッドがあってここに誰か立ってるんですよ、うん、おさん本当に立ってて、普通なら気持ち悪いって思うんだけど、なぜかね、あれ足立さんですよね、名前出た、見えないんだよ、俺はもう動けなくなっちゃう、体がこう動せないんですよ、うん、あれかもこうかねってこうで見て、なんか人がいるんですよ。で、あ、足立さんだと思って、足立さんですよねって、あ、お別れの挨拶に来てくれたんですかって、いろいろお世話になりました、ありがとうございました、まあこれからも頑張りますんで見守ってくださいって言った瞬間に、ふっと改めて目が覚めて、部屋なんですよ、その気配もないんですよ、窓を閉まって、で、あれ今の夢だったのかな、え、風が吹いたよね、でも違うんですよ、うん、だからあの瞬間本当に足立さんが来てくれたかな、僕はそう信じてるんですよ。全然怖くなかったんですか。怖くない、嫌な気持ちもない、苦しいもない、でも、ま、間違いなくいたよね。僕今までそういう経験ないんですよ。親父が亡くなった時もよくお別れに来るとかなんとか言うじゃないですか、気がしないんですよ。あのやろうと思うんですけど、まあそんな感じで、ちょっと夏らしい声をしましたけども、これに懲りずに、あらゆるこういう話もするのは面白いなと思っていただいた方はポチッと登録のスイッチを押してください。今20万です、あと80万、このコロナ禍がワクチンでなんとか収まっていた暁にはタオル振り回しながらチームライガーのシャツ着てどんちゃんどんちゃんにやりたいと思っておりますので、登録よろしくお願いいたします。